関西学院フォースダウン2ボールオン相手陣23ヤードプレーを選択します。ギャンブル2ヤード前進でないと攻守交代です。パス不成功、ターゲット2番、しかしパスはカットされました。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代、ターンオーバー。